凍ってる。ああ、私の時代が。私の力かも。私の力かも。すごい、そんな私絶対ニャンニャンだと思ってたのに。何それ、ちょっと何ですかそれは。何ですか、お知らせ。氷、冬の氷漬けギフトだって。なの、そうきたかね、そうきたか。そうきたか。こんばんは、ビリンガ。8時をお知らせします。こんばんは、こんばんは。こんばんは。そんなに氷が、そう、お皿だけ持ってきちゃって。ちょっと分かった、これに入れてこよう。ちょっと今日の氷は、じゃん。じゃあもちろんこのままは食べませぬ。これが豹変いたします。今日は自分で作った氷です。これどうやって取るんだっけな。あ、これか。よいしょ、知らなかった。なんか、
あの氷入れるあれが欲しいな。ロックで飲む時とかに、あのあるじゃないですか、氷入れるやつ。ね、あの溶けないやつ、氷があるよね。こちらに氷が入っております。なんかかっこいいやつがねあったり、トングとかでこうやってこの銀のよくあるやつあるじゃないですか、ね、お、氷、そんなに氷がいいですか。わかりました。あ、今日は私赤っぽい服を着てるので、今日はイチゴにしようかな。いいよね。あ、なんか思ったより色がおとなしい感じの色、もうちょっと原色を想像してたんですけど、落ち着いた色でした。今日はいちごでいただきます。いただきます。確かにいちごだと練乳欲しかったよね。確かに今日は15日でいちごの日なので、毎月訪れるいちごの日。私かき氷にフーフーしがち。いいね、優しい色なので、なんかこのなんかと罪悪感といいますか、もうなくなります。少し和らぎます。いいね、なんか柔らかい色めっちゃ落としちゃう。確かにやったわ、電動かき氷機で。波乗りかき氷
ね、あ、クカフ博多座で博多座で私はやってひなちゃんがやったのかな。あれはみちゅはやった。みちゅはやってないのか。みちゅは何やってたかな。私はね紙飛行機の人だったんだけど、みちゅやってたか。そっかそっか、みちゅやってたか。頭の上にかき氷つけてやってた。いい、これがね、あのあれだったらいいのにな。今度買ってこようかな。してないですよ。なんかこれカポってやらないといけないからなんかね、うん、力がいるんです。ね、
やっぱりかき氷だよな。本当に。これをじゃあ皆さんのご期待に添えてブルーハワイといちごを混ぜたいと思います。いきまーす。でらり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 らうん、思ったのと違った、うん、思ったのと違うかもしれん、うん、なんかと違った、なんかいちごがちょっと優しめのいちごだからかな。うん、でも美味しいです。とってもあブルーハワイって感じ。お皿ね、どこのだっけな、でも100均だと思うんだよな、これ。
かわいいでしょ。寒いねって私が言っても説得力全然ないけど、今日も寒いですね。うん、やっぱりイチゴが負けちゃいますね。明日白菜買ってこようかな。白菜と豚肉のミルフィーユ煮が食べたい。食べんかい。メールに送ろう。ね、いいよね、ミルフィーユに。
寒いね。私が言われ、私に言われてもって感じじゃないですか。でも寒いんですよね。いい感じに寒いです。とっても寒くって嬉しい。風呂が楽しみだな。風呂が楽しみ、とっても楽しみだ。お風呂、お風呂、お風呂。明日はもっと寒いのか。じゃあ明日こそミルフィーユにですね。突然なんですけど、楽天カードって15枚まで登録できるの知ってました？一つのアカウントでちょっと突然あ、5枚だったかな、いや15枚だった気が、なんか私楽天カードを、楽天ポイントカードね、ポイントカードを持ってたんですけど、なんかあれっていろんなところにあるじゃないですか。あ、全部発生、あ、それはあのクレジットカードのカードの方なんですけど、私が言ってるのはポイントカード、ポイントを一つのアカウントに15枚分まで集めてるよっていうことなんですけど、あ、ポイントカードです。そうで、あの、そうなの。だから私その新しいね、可愛い楽天ポイントカードをあのわざわざ買ったんですよ。買えるんですよ、あれ。あの無料で置いてるやつじゃなくって、自分の好きなやつがあったから買ったんですけど、だからあ、前のアカウントどうしようかなと思って。前のアカウントって私そんなになんかポイントカード使ってなかったし、なんか一回もやり直そうかな全部と思ったんだけど、見たらそう15枚まで合算できるみたいで、だからってな、一昨日ぐらいになったんだけど、みんな知ってた？知らない、意外に知らないよね。そうなんですよ。だから皆さんなんか楽天ポイントをカード変えるときに合算できます。
素敵なバラ。あーなんかみちょとかを凍らすのもいいな。健康的になりますね。うん、あ、でもあれそもそも薄めて飲むからかけてもいいのか。うん、
休憩してたよ。普通だった。なんか食べれそうだよね。ギフト。寒いね。うん、確かに。蜂蜜、でも蜂蜜って冷たいと固まっちゃうから、そうなんだよ。蜂蜜どうなんだろう。はね、調べてみよう。はちみつレモン、なんだと。そんなおいしいことがあるか。そんな、あーなるほどね。あー、そうすればいいのか。蜂蜜にレモンを加えるとかき氷になみ馴染みやすくなるんだって。へえ、そんなことがあるのか。もっと早く言いたまえ。うちにレモン今ないよ。うーん、
どんがらがしちゃうんだわ。よいしょ。なんかないかな。でもそうなんだよ、これ、ね、いつのなんだろう。あ、賞味期限切れた。でもなんかちょっとダメだなこれ。他にないかな。なんかないかな。なんかないかな。明日レモン買ってこようっと。明日レモン買ってきて。レモン買ってきて、はちみつレモンにします。とりあえずはちみつ。なんか黄金の色になってます。いい色、いい色だ。これこそが求めていた輝かしい透明感。じゃん。どうですかこの輝き。え、いいわ。あーでも見て、めっちゃ固まっちゃった。あー固まっちゃった。もう全然全然氷と仲良くしてくれない。いただきます。うん。なんか、あ、美味しい。美味しい。けど美味しい。美味しい。口の中ではちゃんと交わってくれます。なんか絶対レモンあった方が美味しいと思う。明日レモン買ってこよう。はい、カチンとがちょっとねまとまっちゃう、まとまっちゃう蜂蜜が。でもすごく美味しい。うん、すごく美味しいです。ね、蜂蜜はね固まっちゃうから、やっぱレモンあった方がいいんだって。うん、
めっちゃ甘いです。なんかめっちゃ甘い。すっごい甘い今口の中が。蜂蜜が一番甘かったです。やっとより。だからこの空いてない蜂蜜なんであったの？安かったから買ったの。蜂蜜あったの？いい。私蜂蜜好きなんですよ。蜂蜜の巣って買えるんですよ。あれ。蜂蜜の巣って食べられるじゃないですか。あれこのぐらいで何千円かで売ってて。あれお誕生日プレゼントに自分で買おうかなって思いました。あと半年ちょっと後。あのそりが乗ってるソフトクリームとかもありますよね。蜂の子はちょっといいかも。蜂の巣だけあるやつがあるんですよ。中に何も入っ、あの生き物は入ってない、なんか蜜たっぷりのやつあるんですよ。9時です。
ちょっとさっきよりも馴染んできたか。うん。うん。めっちゃ。めっちゃ蜂蜜だ。甘い。しようっと、ちょっと七並びをします。もう何位だろうな。あ、みーちゃんのカードゲッチュ。104位だと104位だと。昨日のカードの人と当たった。みんなはもらったカードを推しカードにしてますか？してない？してる？してない？どっち？してるのね。一緒だね。一緒だね。4位だわさん、おめでとう。4位だった。あ、忖度してくれて3位になりました。滝のカードの方が出せるのにパスしてくれて3位になった。やさーやさーやさーやさい。私こんなに顎シュッとしてないよ。嬉しいな。めっちゃ美化して書いてくれてるの嬉しい。 C、 これね、実はね、みんなそうなんだけどね、実はね、おー、実はこれ好きなお花を聞かれまして、私かすみ草が好きなんですよ。だからね、この後ろかすみ草なんですよ。カードの後ろ皆さんご覧ください。あー、おんまやー、そんなところまでこだわってくださってるのですね。みんな顔しか見てなかったでしょ。お花にちゃんと意味があったんですよ、ね、うん。だからみんなのこの
からカードになった子の好きなお花を知れるのかな、この機会にね。私はカスミソウが好きです。カスミソウとポインセチアが好きだけど、ポインセチアはもう季節がめっちゃ限られちゃうから、うん、来年のクリスマスまでまた待たないといけないのに本当に。こんな顔になっちゃう。どうかな、いけるかな。お願いします、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 お願いします。あ、2位だ。1位でした。このミポリン推しの方が出せるのに出さなかった、ありがとう。優しい。私こんなに忖度されたの初めてかも。そんな、そう、意外とないですよからね、譲ってくれるのって。嬉しい。ないよ、こんな2回連続で譲ってもらってもらったことなんてないよ私。嬉しい。めっちゃやってて一日に一回もないです。ありがとう。うん、甘い。甘いけどちょっと甘すぎるかも、かき氷にするには。蜂蜜、なんか蜂蜜が勝っちゃって、蜂蜜が勝っちゃって、かき氷クッキー感じがする。2位でした。あ、やった、99位になった。
頑張ってる、今七並べしてるんだ。頑張ってるんだ。あー、4位だった。4位だった。じゃーねまた99位でした。そう、並べてる、STU48 の七並べ。そう、この電動かき氷機もね、七並べでもらいましたからね。もう七並べ様々、七並べと七並べやってる皆様々です。もう本当にみんな様々、みんながやってくれたから。アマゾン券はね、まだいただいてないです。でももうもちろん届いてるみたいなので受け取ります。もちろん伸びる、ストップ。力が湧いてきただろう。ストレッチマンよく見てた。メールです。メールの写真。メール。メールね。
暖房はね、あエアコンがあります。あとうちで暖房効くないかな。今のが4つ目ですね。そうですよ、血管なんですよ。割れちゃん前ここで16%の命です。最近スマホを充電しないっていうことにハマってまして、切れる、なんだろう、切れそう、充電しようってなるじゃないですか。私その職業柄といいますか、結構スマホはSNS したりとかするのでいっぱい使うんですけど、写真撮ったりとか、1日充電切れたらアウト、もうそっから使えないみたいな感じのチャレンジしてる。そしたら余計なことには使わないし、なんかかといってすっごく制限するわけじゃないから、別に困ることもなくって感じです。あ、ちなみにこのショールームのやつは別腹です。ショールームの端末は切れて終わっちゃったら終わっちゃうので、ショールーム括弧ショールームは除くみたいな感じ。ショールームはね、その Wi-Fi につながないと使えない端末でやってるので、ショールームは別腹です。ショールームありにしちゃうと、もうね、一日ショールームのために携帯が触れないんですか。ショールームはね、だいたい2時間ぐらいするともうアウトかもしれない。もうダメ、アウト、滝のアウトってなって、
確かに七並べ、確かにな、七並べしてるとなくなっちゃう。わかる、とってもわかる。でもショールーム見ててもなくならない。充電ギガとかも使うけどさ、充電もなくなりません？ショールームって。どうですか。ねえ、なくなるよね、うん、そら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 、皆さんモバイルバッテリーは何個持ってます？モバイルバッテリーって何個持ってますか？私は最近使ってるのはコンセントに挿して使えるし、モバイルバッテリーとしても使えるしみたいなものをずっと使ってます。私そのこんな性格なので、モバイルバッテリーをですね、家に帰って充電するということを忘れちゃうんですよ。だから、ああもう電源がなくなりそう、モバイルバッテリーって思った時には充電してないじゃんってなっちゃうんですよ。だからそう、モバイルバッテリーにもなるし、普通に充電器としても使えるやつ使ってます。いいよね。あとはまあ最悪困ったら、マネージャーさんマネージャーさんって絶対モバイルバッテリー持ってるんで、しかもめっちゃ大きいやつ、皆さんだからマネージャーさんに、すみません、もう充電器貸してくださいって言って充電器借りてたりとか、あとは充電器持って行き忘れちゃった時とか、すいません、充電器貸してくださいって言います。マネージャーさんはそのみんなへの連絡だったりとか、スタッフさん同士の連絡とか絶対スマホがないといけないので、常に、しかも皆さんもちろんマネージャーさんをやられるだけあって、やっぱりちゃんとしてるので私みたいにモバイルバッテリーを充電し忘れたみたいなことがまあないわけですよ。だから皆さん常に満タンのモバイルバッテリーを持って、あとはあれだな、
あかり先生もね割と容量の多い、しかも2つ充電同時にできるのかなでも思っててよくたまに借りてた。最近は借りてあまりそうあまり会ってないかもけど、そうあかり先生は遊びに行った時とかでも貸してくれる。わ充電がないからもう携帯使えないやって言ったら使うって貸してくれます。いいよね。充電器うちね10個ぐらいあるよ充電器は。モバイルバッテリーだからいつでも言ってください。うちあるのはあるんですよ、ただ持ってってないだけなんで。持っていかないだけなんですよ私充電器を。そうねいつも忘れちゃうから。まあそういう時もあるよね。あと知ってました？知ってました？あのタイプ C の iPad とかのタイプ C のやつがあるじゃないですか。タイプ C から iPhone につなげるあのコードがあるじゃないですか。よくアップルの公式のやつはだいたいそうなってるのかな。あのそこの C の口からあの iPhone にのやつがあるじゃないですか。あちょっと今ここにはないのか。このタイプ、このタイプそう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 を使うとなんと iPhone からスマホに使ったiPad からスマホに充電ができるんですよ。 iPad 持っててスマホの充電がない、でもスマホを使わないといけないってなった場合にそのケーブルを使って iPad と iPhone を、まあ、つなげるじゃないですか。あれって物理的にだからあれってつなぐと iPad がモバイルバッテリー代わりになるんです。 iPhone に充電ができるんです。ただまあめちゃくちゃ iPad が減るけどからなんか効率は悪いんだけどどうしてもって時はそれができるので、まあ iPad を持っててそのコードを持ってないとできないんですけど、はい、ね皆さんお仕事で結構いろんな端末とか使うと思うからよかったら思い出してください。私のことをね、あの新幹線の中とか、あ今時飛行機にも USB ついてること多いですよね、うん、とかだといいけど、この電源がないところだとなかなかね、なかなか充電できないことってありますから、そういう時にはずっとね、そう包めです。悩ますからがある。めっちゃ反射しちゃう部屋が、あもう何にも分かんないか別に。これは眉マスカラです。こんな感じで眉毛に塗ります。これなーちゃんからね
お誕生日プレゼントでもらったやつ、眉マスカラとアイシャドウもらった。眉マスカラ、髪黒でも眉毛マスカラは使うね。眉毛マスカラとは眉毛の色をちょっと薄くすることで、真っ黒とかじゃなくてちょっと茶色にしたりとかすることでちょっと顔の印象とかが変わるんですよ。眉毛ってこうしてるとあんまり見えないかもしれないけど、意外とめちゃくちゃ重要。お腹が鳴った。そう、今日も昼ご飯がちょっと遅くって、なので、そうです、なのでです、なのでです、です。こんばんは。あ、1万人超えてる。ありがとうございます。あ、もう9時半なのか。メール届いてる。角度ですごく、覚悟ですごく明るさが変わっちゃうよね。メール送ります、メール送ります。今メール届いたよ。おやすみ。
りゃ参ったな。何が参った？曜日感覚って一番さ、学校行ってる時が一番曜日感覚あるよね。あの皆さんあれか、土日お休みの方とかはあれだな。そう、私の活動は曜日に比例するものが、まあ熱血テレビと、まあでも毎週でもないし、お話し会も毎週でもないし、お話し会あったらね、なんか土日って感じがするしない？お話し会って土日って感じしませんね。土日って感じがしない、しにゃんす、しにゃんす。七並べでもやろうね、今週末お話し会ないよね。次祝日にあるからね。そうだよね。鍋を味わった。レクちゃん大好き、私も大好きだよ。意外とみんなあんまり絵柄のカードを使ってる人に私あんまり当たらない。みんなの配りきってないから。どげんだろう。8枚目のお話し会とかってない？発表いつなんだろう。今日ツアー千秋楽だよね。表ツアー何か、あ、なんか発表があったらみんな言ってるか。今頃何もなかったですか？発表はサプライズ発表なかった？なかったか。まあこの間全部発表したしね。グリーンアリーナと8枚目シングルと。うん。そっかそっか。そうだよね。うんうんうん。2位だった。2位だった。2位でした。スタスタスタ。スタスタ。スタスタスタ。ひなちゃんがグリーナって言ってた。めちゃくちゃ言ってそうなんだけど、本当に言ってそう、想像できるわ。みんなから突っ込まれてるところまでが想像できました。できました。あ、やっと絵柄カードの方に当たった。あかりんとみーちゃん、あ、にゃーぽっぽだ。じゃあありがとうなんてやってる。ありがとうな。
寒いんですよ。私暖房をつけない人なので、すごく寒くって、お風呂に入るのがすごく楽しみ、楽しみが増えた、嬉しい、楽しみ増え増え、作らせてくれたらな、出してくれたらな、4位かもしれない、あと1枚なんだけどな、あ、はいはい、1位ビクトリー、やったやったやった、グダッチイエイ、あ、ちょっと今ちょっと腕つりそうだった、腕つりそうだった、突然の腹筋します、1、2、ちょっとやっぱりこれがある3、4、5、6、7、あ、お腹鳴ってる、8、9、20、私の今年の目標は腹筋を割ることでした。今年に入って初めて腹筋したかもしれない、割れた、もう我々の割れた腹筋が、あー、私多分ね、これ明日お腹筋肉痛だわ、本当に、そう、ちょっとやる気が出た時にやればいいんですよ、そしたらいい、腹筋チョコレート、腹筋チョコレート、肩メロン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 、明日筋肉痛だな、本当に明日筋肉痛だわ、一緒に筋肉痛になりません、あと20回やろう、1、2、ふわふわだから気持ちいい、3、4、5、6、ふわふわ、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
18 19 20、やったやった、なんか目回りそうな感じ。はあ、割れた、もう割れた、腹筋割れた。てか今のでちょっと体が温まったので、これはいいと思います。いいと思います。私かき氷で体が冷えてたので、いいと思います。寒くないです、少しも寒くないわ。やった、一石二鳥でした。イエイ、やった、いい運動でした。うん、明日、明日ちょっとみんなに見せてあげたいんだけどな、この腹筋チョコレート、腹筋チョコレート見せてあげたいんだけどな。残念、残念。見たい方は滝乃井子ファースト写真集、君のことはまだよく知らない、好評発売中です。よいしょ、ぜひこちらでご覧ください。あ、ちなみに、はい、こう皆さんはもうネットショッピングとか私よりもされてると思うから全然いいと思うんですけど、例えばアマゾンとか楽天とかで買えるやつでも正規品じゃないやつとかがたまにあるので気をつけてください。例えば楽天ブックス限定版がアマゾンで売られてた場合、それは紛れもなく、それは講談社から出されてるものではないので、そう、転売してる方とかその講談社さんがやってるやつじゃないので気をつけてください。で、別にこれはどこでも買えるから売ってたりするんですけど、ちゃんと出版社のところに講談社って書いてないことがあるんです。たまに、たまにお値段一緒だったりとかしても、あと説明文がめっちゃ綺麗に書いててもそれはコピペをしたやつとかだったりするので、あ、説明文全部書いてるからって見ても、出版社のところにノーブランドとか書いてるとそれは講談社じゃないところがやってるっていう、よくわかんないじゃないですか。それはちょっと誰が売ってるかがよくわからないので、皆さんよくわからないところからは購入せずに、まだ私のやつそんなもうめちゃくちゃ売り切れみたいなわけじゃないので、この通常版は。なので皆さん、まだ買う方、まだ買う方、今から買う方とかは、とか、まあセカンド写真集がいつか出た時とかにご確認いただきたいんだけど、この出版社のところに講談社って書いてないってことは、これは講談社から発売してるので、それは落とし穴です。気をつけてください。たとえ本物が来たとしてもそれは正規ルートではないので気をつけてください。気をつけてね。です。そう、私もさ、この自分のやつと
とかアマゾンでこれ買ってるからさ、あの私は発売前に予約してたからいいんだけど、そうたまに、ね、そうあるんですよ。ノーブちゃんとね、ちゃんとそこだけは嘘つけないの。ノーブランドとか講談社じゃない文が書いてあるんです。気をつけてください。例えば本物が来たとしてもルートは偽物なので、ね、気をつけくださいませ。ゆみりは写真集どこに飾ってるの？積んでる積んでます。はい、おもろい みんな逆にどうしてんの？全部飾ってるの？一冊とかならわかるけど、何十冊とかもさ持ってる方ってさ、どうしてんの？飾ってるの？あ、本棚にあります。大切に保管してますよ。ありがとう。あのね、本棚に積んでるって こう積んでるんじゃなくて、あの本棚に、これは積んでるって言わないのか、ちょっと日本語間違えちゃった、ちょっと間違えちゃった。そう、ある、本棚にある。あ、限定版は開けてない。あー、私もあのね、限定版は5冊ずつ買ってるんですけど1個も開けてない。限定版ね、もうね、セブンネットと楽天ブックスはもう売り切れなんだよね。完売だから、みんなちゃんと持ってた方がいいよ。購入してくださった皆さん、あれはもう売り切れて、もうね、すらないからちゃんと持ってた方がいいよ。私もだからそうなると信じて5冊ずつ買った限定版じゃ、通常版はまあ欲しいってなった時にまあワンチャン後からも買えるかなと思ったけど、あの、そう、自慢できますよ、私がもう超ビッグビッグになった時に。だってそうそう、限定版だからそもそも通常版よりも数が少ないし、もうこの時点で完売してるってことは発売から半年経たずにもう絶版なわけですよ。絶版売り切れなわけですよ。なので、うん、良きですね。私さ、先月のカードの明細を見た時に、まあ見るんですよ、見た時にショールームって書いてて、待って、私ショールームに課金してないんだけどと思って、めっちゃ焦って、めっちゃ焦ったの。私さ、そう、別に先月誰にもギフト投げてないしゴールド買ってないんだけどってめちゃくちゃ焦ったのよ。しかも2000円ぐらいなんかショールームから引かれてて、
え、何と思ったら、川田さんの、日向坂46さんの山口出身の方の写真集をですね、ショールームで予約したんですよ。はい、ちょうどショールームしてて欲しいなって思ってたからポチったわけですよ、ショールームから。それだったのを20秒後ぐらいに思い出して、はぁーってなって、そうじゃん私買ったわって思った。楽しみ、3月だよね発売が、楽しみ。こうやってなんか忘れた頃に、忘れちゃいけないんだけど、忘れた頃に来るのも楽しいですよね。きっと私バタバタして多分また忘れちゃって、何が届いたのって言って写真集だってなる、絶対絶対なっちゃう。カードあるあるね、カードあるあるだよね本当に。しかもショールームなんてさ、私普段ショールームのゴールドとかはまあ買わないから分からないから、ちょっとびっくりしたっていうニュースですね。でも初版すごい、初版10万部だっけっていうのをニュースで見ました。すごい。でもなんかその10万部の中に自分が入ってるんだって思うとちょっと嬉しいですよね。嬉しい。きっとまたもっともっと、それはあくまで初版だから、きっともっともっと、きっと重版とかになったらもっとするわけじゃないですか。そう、私はそのもう予約してるので初版なことは確かなわけですよ。だから嬉しいなと思って待ってる。そわ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 ワクワクして待ってます。楽しみ、どんな写真集なんだろう。七並べの報酬でラニラニが届いたよ。え、七並べの報酬でラニラニが届くの？何位以内の方はみたいなやつなんですか、うん、そうなの。何、久しぶりに見た自分の写真集。うーん、2017年瀬戸内地方を拠点とするアイドルグループ STU48 の一期生として活動開始。以降ファーストシングルから5枚目シングルまで表題曲のセンターを務め、不動のエースとして、ありがとうございます、存在感を見せる。また地元山口県でも活躍の場を広げており、情報番組ネケツテレビではレギュラーリポーターとして人気を博す。ありがたい、ありがとうございます。褒めたたえてください。何度会っても何時間話しても彼女のことがよくわからない。だからまた会いたくもなるし話したくもなる。滝野由美子は分厚い小説のように読み応えのある何かを持っている。秋元康。
秋元先生、真犯人フラグの犯人って誰なんですか？真帆さんって結局どっち側なんですか？真帆さんは誰と組んでるんですか？そして組んでるんですか？真帆さんって連れ去られたわけじゃないんですか？来週息子さんの回ですよね。息子さんは結局あれ誰に連れ去られたんですか？ね、カリナさんは結局何？もうちょっと待ってバタココはそう本当に本当に、そして菱島さんは本当に何もやってないの？ただのフラグ？本当に本当にフラグ？食べるか。並べる。違った、違う、並べるんじゃない私。バトル、バトバトバト。今 S3 なんだよ。私たち。ドラゴンリンク今はね550。700。痛いな、いつかねえ、楽しみだわ、楽しみだわ、楽しみだわ、本当にねえ楽しみだわ。メール届いてた。メールの画像を使って皆さん手相、手相見れるかと。私の手相見てもええんやで、ええんやで、私の手相を見てもええんやで。選手権選手権でいいとかなきゃ、ちゃっちゃっちゃ、ヤッフー。始まった始まった。あ、すごい、さすがみんな、さすさす、もういる、もうニャーポップが揃った、もうニャーポップが揃っているよ。みんな待ってたね。さては待ってたな、さては待ってた。あ、もうドラパンできた。向こうがね、もう全然いなかった人が、全然人がいなかった、全然人がいなかった。でした。ね、早い。あ、もう残り10%になっちゃった。ちょっと画面の明るさをめちゃくちゃ暗くしました。
画面の明るさ暗くすると全然持ちが違いますよね。充電の一回ずつの空パンでいけそう。もうね倒せそうです。やったね。まだ始まって5分も経ってない。みーちゃん、みーちゃんぐらい倒しそう。まあ S さんだからね。みんな。あ、勝った。上がりたいな上に。次ランクまででも60ポイントだ。めっちゃ勝たないといけない。頑張るよ、みんなで頑張るよ。頑張るよ。おめでとう、ありがとうございます。やった。そう、私あ、でもあ、そうだ、腹筋してた、腹筋してた。私真犯人フラグ見ながら腹筋してたんですよ。1時間髪乾かして腹筋してた。真犯人フラグ見ながら、そのテレビ見るんだからなんかしようと思って、そうだしてた。お腹割らないといけないかな。私パーカーのこうなってるところが好き。わかります？このここが好き。パーカーのこの空間、これってこういう大きいサイズのとかじゃないとできないんだよね。この空間って好き好き好き。なめこ育てなきゃ、なめこ育てなきゃ。なめこが私を呼んでいる。なめこ育てなきゃ。なめ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 。いいよねパーカーって。あ、それで言うと今年はあんまりパーカーを着てない気がします。去年に比べてパーカー着てないな。あんまり
あ、でもそもそも毎日も配信もしてない。よいしょよいしょ。そろそろお開きですね。始めます、始めます。だから終わりますなのかな。ちょっと手話見てみよう。ちょっと待って、ね、手話終わります。ちょっと見てる、待ってね。あ、違った終わりますだって。ショールームを終わります。ありがとうございました。また会いましょう。始まり終わりだって。へー、知らなんだ。いろんなことが戻りますね。終わりたいと思います。13位三毛猫ファミリーさん、ありがとうございます。12位ビョンドクさん、ありがとうございます。11位おいでませ元気さん、ありがとうございます。10位はしびろこうさん、ありがとうございます。9位 AE86 さん、ありがとうございます。8位新一郎さん、ありがとうございます。7位シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。6位ヒーロさん、ありがとうございます。5位アキンドさん、ユミリン、ありがとうございます。4位ハルミンさん、滝の向こう神吉、ありがとうございます。3位コーラさん、配信ありがとう、ありがとうございます。2位イソケンさん、ありがとうございます。1位クマネパパさん、ありがとうございます。ということで今日の配信ちょっとつら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 やっちゃいましたが、よいしょ、終わりたいと思います。今日でね、桃鉄ツアー千秋楽ツアー、みんなよかった、みんなが大きな怪我もなく、一人も欠けることなく
ツアーが完走できてよかったです。よかったです。ツアーにね行かれた皆さんもツアーから帰ってお手手を洗ってうがいをして何事もないまでがツアーなので、はい、ちゃんとご飯も食べてくださいね。免疫力下げるのも良くないですからね。しっかり、はい、私もあ今はまあかき氷しか食べてない女みたいな感じになってますけど、全然今日もめちゃくちゃ食べてるので安心してくださいませ。それでは終わります。最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。